まず家の中でもできるその場歩きです。これは速歩の第一原則、上半身の力を抜く練習になります。まず肩幅くらいに立ちます。そして右足先を上げて下ろします。次に左足先を上げて下ろします。足先で床を踏むようにして右左で1と数えます。では10まで数えてみましょう。1、2、3。上半身の動きは必要ないのでリラックスしたままにしてください。7、8、9、10。今度は同じことをかかとでやってみましょう。まず右足かかとを上げて下ろします。かかとの場合膝が曲がります。次に左足かかとを上げて下ろします。これを10まで数えてみましょう。1、2、3。かかとは腰にひねりが生じるので上半身への影響を最小限にしてください。8、9、10。それでは次は足先とかかとを続けてやってみましょう。足先5回、かかと5回、足先5回、かかと5回を1セットで行います。それではやってみましょう。1、2、3。この練習は休みを入れて3セットを目安に行ってください。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1。